はい、どうもこんにちは、高平です。今回はですね、ちょっとコラボ企画ということでアクロバット系 YouTuber のテラ君に来ていただきました。はい、どうもテラですっていう感じのテラなんでよろしくお願いします。はい、で今回ね、テラ君の方のチャンネルで僕がテラ君にトリッキングの方を教えてる動画をね撮ったんで、またそっちもチェックしてもらえればなと思います。で、僕の方の動画ではテラ君に逆にね、パルクールを僕ちょっとやりたいなと思ってたんで、はい、教えてもらおうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速やっていきたいと思います。とかそういうのを使ってやる技をまず最初にテラ君に教わりたいと思います、はい、では教えてください僕に。はい、ど素人の僕に僕がどんな感じで練習してきたか本当に一緒に教えしていきたいと思います。はい、レールなんですけど、はい、最初はまず安全に飛び乗ることから、はいはい、この上に向かってジャンプで乗るんですけど、まあお見せしますから、はい、すげえ。それで既にすげえ浸って止まる感じです。で、一つ最初に注意してほしいのが足のこの子宮、うん、このここら辺、指の付け根、子宮でこう乗る感じ、まあ、ゴリラ型トリッカーの僕にそんな精密な動きができるかはとりあえず前に行ってもちゃんと、まあ多分受け身大丈夫だと思うんですけど、まあ、その信頼やばいな。じゃあ、行きます。はい、まあ、他にコツとかある、しっかり振る、じゃあ、一緒に手を振る、手を振る、三十分はい、はい、うわ、はい、えーえーなので、はい、ちょっと止まりましょう。気持ち2秒ぐらいここから、はい、なるほど、OK、ちょっともう止まれるように。わかりました。はい、じゃあ行きます。おお、よし、まあ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 、はい、覚えましたなんて言われたんですか。これは、まあ、レールプレシジョン、レールプレシジョン、レールにしっかりこうプレシジョンでこう乗る技ですね。で、まあ、基礎なんで、これはまだちょっと基礎なんですけど、次レールの上歩いてみましょう。はあ、正直これ僕もリアルですとか言っちゃってかな。バランスをとってある。コツとしてはこのバーの上に体がこう何ですか、軸がこうまっすぐ入ってる、はいはいはい、このバーに対して、なるほどな、この頭からまっすぐちゃんとこの上に乗っかっている感じ。これ多分めっちゃ苦手やわ。まあ最初この手でバランス取りながら。トリッキング軸プラスことで成立してる。よし。なんか思ってた以上に簡単にやっちゃいましたね。じゃあ思ったよりできた。これ普通に多分素人の人が基本技として習うことなんで、まあね、さすがにまあできてから言うのもなんだろうって感じですけど、まあまあセーフ。ボルトやっていきましょう。まあ、いろんな飛び方あるんですけど、まあ、こう障害物、ボルトとは障害物を、まあ、こう手でこう、ね、飛び越えるっていう技になります。はい、僕がよく好きなやつが、はい、ボルトからこういうのとか、あとはモンキーのスライドとかいろいろあるんですけど、からこういうのとか。ちょっとね、何が起きてるのか分かんない。はい、いや名前なんだっけから、こう飛んで、はい、先に足出して、はい、飛び越えるときに掴む、よいしょ、あ、押し出す、はい、まあ、一回やってみましょう。掴む、押し出す、重心を前に出すのは最後ですね。まあ、まあ、なんだこういう、なんか面白くないなすぐできちゃうからなんか面白くないなちょっとレベル高いのでここからダブルコンボ。マジか、違うからちょっと危ないんですけど、できるかな。よいしょ、お、はい、そんなことをやっちゃうんだ。手をついて、ここに手をついて、ここに手をつけるんだ。おお、それできたらなんかもういきますよ。いや、ちょっと確かに怖い。バカ怖いなこれやば、意外とね、だけど、これ外したらやばいって。まあ、なんとかなるでしょう。おー、
そくそ、なぜ悔し、なんで悔しがってんの、全然よかった。すぐできちゃうなぁ。軽めにね、プレッション系ちょっとやりましょう。あとプレッション、はい、やりましょう、やりましょう。今のここから位置に向かってジャンプをして、まあ、着地するんですけど、プレッションって、いや、そうそうなんですけど、意外と結構遠い、結構遠い。じゃコツとしては、プレッションってしっかりとピタッと止まることが着地で、ですよ、体操の着地と、はい、ピタッと止めるのが大事なんで、ここから手を使って前にこう、体を振ってあげる、振ってあげて、よいしょって空中でこう、こういう姿勢とって、はい、足はさっきと一緒のお子宮のところでこう、突き、はい、で、その時に手は前から下に下ろして勢いを殺してあげる、殺してあげて、頭最初は、ここからここへ練習してみてください。あー、OK、分かった。まだそこっすね。そのラインまで飛べれば上でやっても大丈夫。怖い、しないです。ただ今みたいにこうわーって前行っちゃうと、はい、僕がビルの上だったら落ちちゃうんで、転落死ですよ。しっかり上に、はい、うわすげえ、ピタッと、いや高えな、普通になんか立ってみるじゃありますね。おお、よいしょ。意外とできた。じゃあまたか。嬉しい、結構嬉しい。まあプレッションはまあこれね、はいはい、か、はい、何しますか。サイドフリップですかね。出た、大っ嫌い。大体の技見たらある程度再現できるんですよ。でも見ないとマジで分かんないみたいなのが結構ある。サイドフリップです。ほぼやったもんです。腰から下に向かって横に1回です。ただまあ軽く、うわうまっ。はい、はい、これさ、素人にやらせるのやばくないですか、普通に。いや、いけるいける。ステップはどんな感じでした。ステップは両足ジャンプ。あ、そうです。え、怖っ。右足を前について左足、あー、はい、マジで。一応ここに何か台があると、その上をコロコロコロ、まあ一回やってみましょう。マジで、はい、いやいやいや、おお、今はどっちかっていうと、はい、若干こっちでこう伸び、縦にこう伸びてた、はいはい、あんまり横に慣れてない、はいはい、できればこう飛んだ瞬間にもう横に転がり、最初からこう本当にこう、もう一回見せてもらっていいですか。はい、オッケー、分かった。もうすぐ行く、すぐ行く、すぐ行く、すぐ行く。まあ。めっちゃ怖いな、これ。早かった。よし。壁を使って宙返りを素人の僕に。まあ、蹴って上に上がれたら一番いい。まあ、行っちゃいますか、とりあえず。